皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ちょっとした困ったことが起こりまして動画撮ってます。まあ、時系列的に話しますと、最近僕絵本を作りまして販売開始してるんですけど、この方永田絵本さんっていう方で、僕の、オンラインサロンにも入ってもらっていて、ジムにも通っていて、で、よくこう話しかけてくれてた方なんですけど、いつかみくるさんと仕事がしたいっていうのをずっとこう言われてて、俺もちょっと慈善事業じゃないけど、養護施設とかにこう寄付とか個人チャンネルの収益毎回してたんだけど、そういう子供たちに対した絵本ができたら面白いなっていうので、イラストレーターでしたっけ、はい、なんでじゃあ一緒に絵本を作りましょうっていう話で、この絵本できたんですけど、結構前から準備してて、僕がこの内容は構成したというか、いじめられてた少年が、違う世界に行って、なんかいろんな経験を経て強くなって帰ってくるっていう物語で、世の中の子供たちに読んでもらって、なんか感じてもらえたらいいなっていうので作って、でこの売り上げを僕全額児童養護施設に寄付するっていうことでこの活動を行ってるんですけど、そんな中でこの永田絵本さんもその印税も一切いらないということを言ってもらって、でじゃあ僕もいらないんで全額寄付しましょうってなったんですけど、じゃこの中のキャラクター、出てくるキャラクターでグッズを作って販売していいですかっていうのを言われて、あ、それは構わないですよっていうことで勝手に任せてたんですけど、今回スカジャン、はい、はい、この絵本の中に出てくるキャラクターのスカジャンを、500枚、はい、500枚、受注発注ではなく作ってしまったんですね。これが何、原価1枚2万円5000円ぐらいでしたっけ。2万5000円弱です、はい、2万5000円弱で、で、販売価格は4万いくらかですよね。4万いかないぐらい、販売してたところ、1枚しか売れない今ところ、はい、僕的にもね、これは絶対売れないと思うんですよ、正直。やっぱりこの絵本を読んでるのって子供だから、大人用じゃないですか、まず。はい、はい、なんですけど、多分売れると勘違いして先走ってしまったと、はい、でなおかつ売れると仮定してたからお金もないと、はい、だから借金だけが、残ってしまって、で売れないもんだからどうしようっていう、なんかすごい連絡が来まして、でも多分結構追い詰められていて、貯金もなくてどうしようもないっていう状態なんですよね。はい、自殺も考えてるみたいな、そういうなんかメッセージをいただいたんで、じゃあもう、僕が買い取りますということで1000万円分買い取るんですけど、でも結局500枚の服は余ってしまうんですよ、うん、なんか僕がその1000万円分を児童養護施設に寄付するなら全然快くやりたいんですけど、ただ服だけが余って、で買っても寄付できないっていう問題が起きてて、なので、そうだな、いくらにしようかな。1万円にしますか。定価の半額で、1万円で、あと499枚あるってことですよね。もう少し少ないんですけども。500枚弱あるってことですね。480枚ぐらい、はい、はい。1万円で販売します。マタンの方から出せる？マタンの公式載せれる？載せれる。じゃあ概要欄の方に貼っておきますんで、1万円でちょっと売りに出します。でその売り上げの全額児童養護施設に寄付したいと思うので、よかったら助けてほしいなっていうことで、動画撮ってます。やっちゃいましたね、だいぶ。はい、僕の本当に独断で、勉強不足で、稚拙な考えでちょっとなったことなんで、勉強させてもらったっていうにはもうそんなレベルではなくて、やっぱり一番人様に迷惑かけるっていうのが一番いけないことだったんで、そこをちゃんとできてなかった、そこを考えれなかった自分の一番のミスです。はい、なんとか
しないといけないなって、まあ、奔走してはいたんですけども、なかなか解決に至らず、またミクル先生に頼ってしまったっていうのが、まあ、情けない自分の力不足ですね。はい、まあ、これは完全に本当にミスで、はい、ちょっと、まあ、ビジネスセンスがなかったっていうのと、まあ、いろんな観点から見ても、ちょっとね、おかしいことをしてるんで、はい、あの、まあ、ただしょうがないことなんで、まあ、僕はあのとりあえず買い取るんですけど、なんか少しもリスクを負ってないって話になると思うんですよ、はい、視聴者からしても。自分が勝手にやったことなのに、はい、僕が全部やっぱケツ持ちをして、はい、なんであのいつか100万円分僕に返してください。100万で、はい、大丈夫、はい、まあ、このいい絵本ができたのはね間違いないし、いろいろ言う人もいるんですけど、いいことやってると思うんですよね、これに関して僕は。なんで動画見てる方の中でこうお子さんのいる方もたくさんいるだろうし、もしよかったらね、もう全額寄付するんで僕は児童養護施設に。スカジャンの売り上げもこの絵本の売り上げも、まあ、絵本の売り上げって言っても印税が 10% だっけ、はい、10% なんで、この本当の意味で全額ではないんですけど、僕に入ってくる全額は寄付します。なのでね、まあ、こちらの絵本の、まあ、今回いい宣伝になったんじゃないかなと思ってて、こちらの絵本も概要欄の方の Amazon のページで購入できるので、こちらもねよかったらぜひご購入いただけたらなと思います。で、あとスカジャンの方もご購入いただけたら、そちらも僕が全額寄付しますんで、よかったらご購入いただけたらなと思います。上代が1万円？そうだね。消費税とか送料はどうする？まあ送料こっち持ちでいいんじゃん。こっち持ちで込み込みで全部で1万。そうだね。って考えるとちょっと一回着てみようかな俺。8000円ぐらいが寄付されることで。そうだね。でも結構本当に原価が高いだけあってしっかりはしてるって。物はいい。物はめっちゃいいんですよ。中もキルトになってて、うん、ちゃんと。まあ多分本当の意味でこの服が欲しい人って多分少ないと思うし。結局それが結果として出てるわけじゃん。1枚しか売れてないんで。だからまあ僕と一緒になんか事前事業に協力してもらうっていう、そんなマインドで買ってもらえたらなって思ってるんですけど、なんかこれで嬉しい思いをする子たちは多いと思うんで、あの本当になんかこう希望だったり生きるプラスになるようにっていう思いでミクル先生と一緒に作らせていただいて、はい、一番のミスをしてしまったと。グッズに関しては僕の本当に一人の責任で、それもまたミクル先生に助けてもらって、まあ、情けないの一言ですね。情けないでは済まされない金額ではあるんですけども、これ実はねメンバーなんですよね、みんな。そうなんだ。そうそうそう、これが岡くんでしょ、佐々木くんで、吉田くんで、たくま。すいません。たくまだけめっちゃ似てるよ。で、これが僕なんですよね。黒ひょうです。で、これがその僕のイメージした動物のスカちゃんということで。これあの、全国の児童養護施設に寄付させてもらって、サッカーボールと一緒に、実はちょっと前、いつでしたっけ、ね、11月ですね。結構ね、あの反響も良くて、この絵本の内容もいいっていう、インスタのストーリーで一回宣伝したんですけど、たくさんの人がもうすでに買ってくれていて、だから楽天かなんかで1位だったもんね。そう、だから結構いい作品ではあるんで、まあよかったらね、あのご購入いただけたらなと思います。はい、じゃあそんな感じで、まあ永田さんもこの本とかに関しては印税いらないみたいなこと言ってくれて、でまあある種この無償のまあボランティアみたいな感じでこの本の制作に携わってくれたというか、仕事を受けてくれたんで、そんな中でまあ別のことですごい労力とかもかかったと思うんですよね、これ。そこで対価を得ようと思った結果失敗してしまったってことなんで、ちょっとしょうがないのかなっていう、まあ、誰もがこうビジネスセンスあるわけじゃないんで、まあ、僕もね事前にもうちょっと聞いてればよかったなっていうのは思うし、まあ、今回はとりあえずこういう方向でいきましょう。すいません、ありがとうございます、はい、じゃあそんな感じで終わりでございます。ありがとうございました。